小笠原宗康は、室町時代の守護大名。品の守護、小笠原氏当主。小笠原正康の長男。下吉2年に、父が死去、小笠原氏総領職をめぐって、重刑の小笠原持ち町との間で、争いが起きた。持ち町は、有気合成や赤松光助の討伐でも功績があり、幕府の実力者、官例、畠山持国とも、遠赤関係にあり、 問題を複雑化させた。しかし、当時の現状に鑑みれば、在京期間が長く、信濃と縁の薄い餅町では、信濃の国人を治めきれないと判断され、文案2年11月、幕府門中書は宗安を、信濃守護職に任命した。だが、小笠原氏は、府中の餅町法と、伊賀領の宗安方とに分かれ、それに伴い黒人衆も2杯に分裂して対立が続いた。 文案三年、宗安は弟の三安に講演を頼み、自身が討ち死にした場合は三安に総領職を譲り渡すと取り決め、水打ち軍した原で、持ち長軍と戦ったが敗れ討ち死にしてしまった。持ち長は宗安を討ち取りはしたが、家督はすでに三安に譲られていたため、幕府も守護職と小笠原氏総領職を三安に与えた結果、持ち長と三安の対立は続いた。 やがて、三つ安と宗安の子孫同士も争うようになり、小笠原氏は、餅ち系の府中小笠原や、宗安系の鈴岡小笠原や、三つ安系の松尾小笠原家との三夜に分裂し、再統一は、戦国時代初期の小笠原町宗の登場を待つことになる。ありがとうございます。